銀色のバチを持って参ります。総竜が戯れ遊び、私有2匹の竜がご飯で楽しげに遊ぶ姿を前にしたものと言われており、二人前で舞うことが多い舞です。当林家では一子相伝のため一人前となっております。最後は喜びしつつ天に昇るように姿を消していく様を表したものであります。ナソリを一人で舞うとき、ラクソンとも呼びます。舞う形から出てきた呼び方であると思われ、尊敬する舞い振りが出てきます。これは右舞になり、先の両王と組舞となります。合わせて菅舞と称してあります。ナソリの舞楽面も修理中であるため、同じく山寺立石寺に保管する鎌倉時代末期のナソリ面を使用して舞います。